わざとご視聴ありがとうございます。うまくもないけど下手でもないハム太郎でございます。一応ねアポストロス来たんでやっていきましょう。でダズマンが、重力ダメ男で貫通できてくださいね。でまあゼロコンティニューハートなし、触れた味方に応じての攻撃アップで弱点効果アップ、はいはいはい。属性効果はねどうやら関係ないっぽいんで、まあ、一応ね多属性で強そうなのを2体編成してみました。ちょっとフレンドはエドでいいかな。うん、だってエド強いもん。はい、こんな感じだね。まあ、とりあえずやってみましょう。で勝ちたいんでとりあえずアイテムは1個使います。さあやっていきましょう。どうだろうね、アポストロスね難易度バカ高い時もあれば、ああやりやすいねの時もあるから、まあでも最初の海域だからそこまでじゃないと思うけども、だなんだっけ、戦乱の海域だっけ。とりあえずまあまあまあ3フレして、これでねエドの SS を短縮していく感じで、強いんじゃない作戦で。あでも3フレしたら雑魚はきっちり処理できるね。で龍鳳は私エド持ってないんで普通に強いかなと思って持ってきました。結構ひだめいてるな。こんなん回復した。ん？天使か。天使が回復させてくれる感じかな？まあいいや。おお！魔族。はい、魔族来た。そしたら、いっぱい触れてなんだけど、やっぱね、超重力でまとめてあげた方が絶対いいよね。あ、弱点。失敗した。そう、あのね、最近やっぱさ、キャラクターも増えてきて、重力ダメ男のキャラクターもすごい多いじゃないですか。そんな中で、せっかくだったらね、もし持ってるんだったらやっぱ超重力の方が絶対美味しいよね、このクエストにおいては。だから今回はこの編成になりましたと。2フレ、結構入るね。強っ！江戸強えなぁ。あ、まあ、紋章もゴリッゴリしてくれてるんで、まあ、そら強えわな。はい、じゃあ、サクサクでいきましょう。で、また江戸の短縮が決めれれば、そう、江戸短縮してあげる多分ね、相当強いんだよね。と思ったらミスったか、届いてね。ああ、惜しい。しくったしくった。で、火だめは、あ、結構痛えな。結構痛え。さっき何で回復した？反撃モードかな？反撃かなんかで多分回復してくれてるから。あ、回復するね。うん、いい感じ、いい感じ。はい。まあ、あれだね。これもキャラゲーっちゃキャラゲーだけど、さすがにやっぱ属性効果をね、なくしてくれたのはでかい。いろんなキャラが使える。他でも多分普通に超重力持ってないけど、レンブラントだっけ？加速持ちとかいるじゃないですか。あの辺も強いよね、多分。味方に触れた後、ガーッと動き去りにもう一回動き回って。それができるのはでかいと思います。さあ、ボスだね。まあ、とりあえず、1フレでもいけんのかな？エドは多分いけそうな気がする。だよね。まあ、エドでいけなかったら誰でいけんのっていうね。ちょっとめっちゃ強いんだけど。はいはい。気弾が全部、貴族戦しかいかねえな。で、一応ここで回復。はい。短縮はかからない。ギリギリかからない。なんなん？いや、行って。結構痛いね。結構痛いっすね。今処理して、回復。非解析パワー？おお、そういうキャラなのかな。じゃ、とりあえず。あ、そうか、ボスにもキラーか。そうだよね、魔封じ。M だもんね。あ、じゃあ、強えわ。で、さらにね、ひだめが痛いステージで、あれもできると。遅延、あ、遅延じゃない。無敵か？強っ！え、強っ！全然予想以上なんだから。あ、ベルゼブブいいわ。メモリーはね、さっきから単純にいるだけで加速してくれてるから、これがこのレーザー範囲、レーザーバリアの範囲内かな？そうだね、ちっちゃいね。だから回復したかったら、友情コンボより直殴りで、まあ、場所に寄り切り？だとは思いますが。場所に寄り切りだとは思いますが、基本的には直接触った方が回復はしやすそうですね。じゃあメモリーの SS でも打ってみますか。多分、エドの SS 打ったら一発なんだよね。
何、俺絶対エドの短縮できない気がする。なんか一生。はい、弱点出ました。あ、一段痛いわ。あー、そうか、属性効果超絶アップとかじゃないけど、やっぱ大事だね。なんだっけ、SS。UFO。あー、あれか。反対側から飛び出るやつか。そしたら、これでいいんじゃない？はい。流砲。あ、これ飛んだやつってカウントされないんだっけ？あ、でもまあまあまあいいや。いい感じに処理してくれた。で、ベルゼブブの SS がたまらなかったね。まあ、しゃあないな。こんだけキャラパワーあると、サクサク行き過ぎちゃう、サクサク行き過ぎちゃうからね。まあ、とにかく、ベルゼブブは強い。めちゃめちゃ強い。じゃあ待って、今の1フレだったの最初の削り。あ、強いわ。まあ、とりあえず、控えの冒険戦アポストロス1体目やってみましたが、まあ、ほんとね、うん、ガチガチの、例えばもう貴族戦マックスも、エド4とか、だったら、何の苦もないね。以上、ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。まあ、でもやっぱね、多属性も詰めるってのは、ゲームとしては面白いと思う。ただね、火ダメ結構痛かったから、多属性4とかは、あんまおすすめしないかな。はい。なんかパンチの効いたやつだね。じゃ、バイバイ。